微妙。明日から雨なの？え、信じられない、信じられないです。元気。いや、もうレッスンでヘトヘトです。もうレッスンの最後の方も本当に頭が回っていなかった。もう一点秒で踊ってた。踊ってる時はさすがにちゃんと鏡見てたけど、もう曲終わった瞬間って感じだった。今日は。でも私はあのサスケに向けてのトレーニングをしてて、それの疲れがあって足が重すぎてちょっとこう足、最近足を集中的に足腰を鍛えてて、集中的に鍛えてって言ってもサスケ発表されてから1ヶ月ないぐらいの期間しかなかったから、そんなガチガチなトレーニングとかしてないんですけど、今日は休憩です。昨日一昨日めっちゃ頑張ったから今日は休息、レッスンもしたし今日はトレーニング休む日。風の音うるさいよね。うるさいですか？結構心地よい音ではない。コウモリだ、デビル。マイク下がってる？声が遠いですか？風の音うるさいか。そうなんだ。じゃあ今日エアコンつける？もう扇風機消したらめっちゃ暑い。台風が来た時みたい。それは大変だわ。止めますわ、ごめんなさい。うるさくて、うるさかったよね。確かに直当たりしてたから、カメラからの私からのカメラみたいな、こう首振りしてるから台風と勘違いされちゃうから消します。そう、今日は給食で筋肉痛ではない、なんかもう足が重いみたいな。そんな暑くないかった、思ったより大丈夫そう。あ、そう、乳酸が溜まってる、それだ。なんか星になってるけど伝わった。ウスティファン祭り楽しみね。みんな来てくれますか？10月の11、12、13か。 HKT さんと合同でスペシャルライブに、ハイタッチ会に、あとトークショーをしたり、いろんなイベントがあったり。やばい、楽しみ。なんかすごい昔で言う AKB の運動会みたいな、大運動会みたいな気持ち。全グループではないけど、グループ他のグループの方と集まっていろいろ一緒にやるっていうのがめっちゃ久しぶりで、って言っても大運動会私出たことないんだけど、
研究生時代だったので、さすがに早く触れたい。え、そうだよ、何が何と言っても、なんて言ったって12、13の楽しみは、皆さんの楽しみは推しメンに触れられるではないでしょうか。一番の楽しみは。2週連続で監督ありがとう。おしゃべり会からのおしゃべり会だよね。おしゃべり会して、その後サスケだよ。私はその前にサスケがあるんだよ。みんなサスケ応援してください。応援してくれますか。本気で頑張りたい。ちょっと声、悔いを残したくないので、ちょっとやれるところまでやって。でもおしゃべり会の567がサスケで、56は本当にもうトレーニングしないって考えてる。だ、絶対しない方がいいよね。筋肉痛が一番嫌だ私本当に。でも筋肉痛って本当にわからないじゃないですか。なんか普段使わない筋肉を使ったりするとなったりするけど、直前になんか変なことして筋肉痛で足がみたいになるの怖いから、56はトレーニングしない方がいいよね。ね、どう思う？いいよね。下手時間もし込んだ。わーい。ひなたもいる、ゆめもいる、いろいろ卒業メンバーもいたりするので、変な感じ、嬉しい。会えるの、会えるのってか一緒にの場でまたなんかお仕事できるのがね、シンプルに嬉しいですよね。来週の目黒さすけ温泉出場がどうか決まってね。ちょっと234はちょっと頑張るわ。今日休んだらで、56で筋肉痛だとしてもマジで全力で治す。56お風呂浸かろう。56できるコスプレ買いました。そして今日届いたんですけど、見せていいですか。ほんと直前にさ、何着るかとかさ言ってよって思ったる方いるよね、きっと。本当に直前ですいません。この前買いました。もう何にしようかのずっと迷ってて、1週間以上迷った。ネット見て、やばい、もうさすがに頼まなきゃ間に合わない、頼まなきゃ間に合わないって思って、本当ギリギリです。今日届きました。なんだと思う、コスプレ。あ、ちょっと私もちょっと名前わかんないかも。これ動物です。仕事で行けないの。10月6日で気合を注入するね。ありがとう、本当にありがとう。クマありがとう、ファイトありがとう。まだ筋肉痛はその日に来る。え、その日に来てるかも。めっちゃ運動してるけど最近。その日に痛くて寝たら治ってるみたいな。筋肉痛じゃないのかな。いい感じに全身来てますね。鍛えられてると思う。これ1年続けたら私本当にアスリートになれちゃう気がしてる。もうサスケ終わったらすぐ終わりそう。続けられるかな。でも楽しい、汗かくのめっちゃ。え、でも雨っていうのが本当に許せないんですけど。雨は許せないです。許せないは嘘です。ごめんなさい、神様ごめんなさい。なんか悪いこと言った後に神様ごめんなさいってさ、なんか気持ちになる時あるよね。プレミアムの
巣窟も見てくださって皆さんありがとうございます。見てくれましたか皆さん。見てない方もまだ間に合いますよ。 TVer の配信が、見逃し配信が1週間無料であるので、 TVer の配信のを最初から最後まで飛ばさずに見た後にいいねボタンもよろしくお願いします。いいねお願いしますって言ってから昨日から50以上いいねが増えてて、でもきっとこの中にまだ見てない方いると思われるので見てください。ぜひ頑張ってほしい。頑張るよ頑張るよ頑張る頑張る。リアタイしてました嬉しい。リアタイしてる関東勢もの方も何人かいたりして、リアタイできなくても SNS でつぶやいてくれた方ありがとうございます。じゃあその前に、そうだよね、コスプレの正解はドルル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 ル。え、なんか出てるかなって思ってさ、遡ったらバニーガールしか出てなかったんだけどね。それだけはない。猫、あ、惜しい。正解はでもなんか近いです。これ何、ちょっと反射したら嫌だから紙だけ取ろう。ダルメシアン、なんだっけこれ、101匹ワンちゃんの、え、牛じゃないんですけど牛年だっけ今、なんだっけこのワンちゃんの名前、101匹ワンちゃんなんだっけ、なんかダルメシアンみたいな、なんか名前あったよね。ちょっとフリー素材だ、ちょっと隠します、顔、女の人の顔隠します。これ生写真でも着たことある気がするな。ダルメシアンで正解。可愛くない、耳もついてて首輪もある。え、どうですか、あり、みんな喜んでくれるかな、このコスプレ。え、尻尾もついてるって、かまち、なんか猫がいいなって思って、猫コスプレで調べたらなんか変態な猫しか出てこなくてなんかマジ1週間ぐらいコスプレ調べたんだけど、なんか本当に変態なコスプレばっかり出てきて、見ててなんかもう本当画面見られたら恥ずかしい気持ちになる。なんかレッスン場とかで休憩中とかにさ、こう見ててさ、なんかこれ見えたら、もしチラ見されたらめっちゃ恥ずかしい画面スクロールしてるなみたいないや、私が想像してた猫は本当モコモコのジンギスキャッツの感じだったんだけど、なんか本当に布これだけみたいな、そう、それはない、布これになんか細い紐にみたいなのばっかり出てきて、あれ、なんか猫あんまないなって。でも一個いいなと思ったのは、なんかへそ出しでモコモコしてて、ちょっと肩出てる猫がめっちゃ可愛かったんだけど、ちょっと露出高いかなって思ってダルメシアンにしました。これのね、ヒョウ柄バージョンもあったんですよ、トラバージョン。私去年の発売のハロウィンの生写真で着てたの覚えてる方いるかな。それヒョウ柄もいいなって思ったんだけど、ダルメシアン、そう、生写真で着たから。
風にしました。チャイナも普通に買おうって思ってもいいんだけどさ、ツクツク切れるかなって思ったんだけど、なんかもうサイズ大丈夫かなとか考えてたら、気づいたら1個しか買ってなかった。でも2日間変えようと思ったんだけど、2日間でどっちかしか来ない人もいるから、その決めてたハロウィンコスプレの部は2日間ともこれでいきます。10月5日の7、8部がハロウィンコス、10月6日の1から3がハロウィンコスです。これいきます。布がみんな調べて、猫コスプレで本当に一番上に出てくるのさ、布少ないから大体。ほら見て、普通にサイト開かなくてもなんか露出高いなみたいな。かわいいな。でもモコモコの猫も、でもダルメシアも生地は結構あったかい生地、楽しみ。猫コスプレだよ猫コスプレ変態とかでは調べてないですということで、あ、そう、改めてプレミアの巣窟の話、あ、そう、コメントだと星になっちゃうやつ私普通に言ってた3回ぐらいで、何の話だっけ、あ、そう、プレミアの巣窟みんなどうだった？ね、緊張してた？みんなも緊張してた？見るのさっき見終わった。 TVer のいいねよろしくお願いします。やっぱほとんど NGT ファンの方、見れないリアタイできなかった人の方が多いと思うので、見てくださった方ぜひいいねよろしくお願いします。あとすごいファンの方がツイートしてて、あ、そうなんだって思ったのが、なんか再生回数が TVer の場合はちゃんと最初から最後までを見て1回と見なすから、途中で切ったり切ってやめたりすると再生に入らないみたいな。あれ、公式からまたツイートされてる。あの、ぜひ最初から最後まで飛ばさずに見てくださったら嬉しいです。倍速にするのはまあ OK、 でも倍速にするとちょっと声変わっちゃうみたいな声になっちゃうかも。スケボー解説できてた。なんか本当に緊張してたんだ。本当にいろいろ、まあ、
SLS の過去の SLS の動画振り返ったりして、お家でいろいろトリックとか勉強して、自分で実際に動いてみたりして、あ、この回り方がバックサイドで、このかけ方がグラインドで、このかけ方がリップスライドでみたいな、なんかいろいろ勉強してきたんですけど、やっぱパッとは出てこなくて、でもスローで再生するとなんとか分かるぐらいなんですけど、でも人生初解説してしました。ニュースキャスターみたい分かりやすい解説だった。みんな覚えた？ユートルネード、オリゴメイトさんのノーリーバックサイド270ノーズスライドバックサイド、ノーリーバックサイド270ノーズスライド270アウト。いや大変だよね、なんか、いや本当になんかフィギュアスケートとかもさ、結構回転系じゃん、あれも本当全然見てて何回転か分かるの、本当に一般の方が見ても分からないじゃないですか。スケボーもそれと同じで、やっぱどっちから入った、どっちからアウトした、どっちにも回転して何十度回ったかとか、やってる人じゃなきゃ結構スッとは覚えられないと思う、頑張っても。でもやっぱスケボーの楽しさは技をだけじゃないから、その会場の雰囲気だったり、そのラン45秒間のランと5回チャレンジできるシングルのトリックで、最初のランが失敗しても最後のトリック5回のトリックで挽回できるかもしれないっていう構成になってるので、 SLS はそれが本当に SLS の盛り上がるポイント。その最初の45分間のランをどっちもミスしちゃったとしても、その加算されて最終得点になるのは、その2つ最初の2本とあとの5本の全部の7本の中から4本の最高得点が使われるんですよ。だから最悪最初のランを2回失敗して、次のシングルトリック1回失敗しても、その後の2回目3回目4回目5回目で成功したら、そこで挽回できるかもしれないっていう。だから結構ラン終わってベストトリックのスーッてドロップインして1回トリック決めてそのまま終わるっていうシングルトリックの方が盛り上がる。結構そう、オリンピックとまた違うんですよ。ちょっとね、でもオリンピックも SLS のルールが結構採用されてる部分もあるんですけど、スイッチなのかレギュラーなのかってよう分かるよな。確かにね、その人のがもともとレギュラーなのかグーフィーなのかがちゃんと理解できてなきゃ、瞬時にスイッチしてるのかとかわからないね。堀米優斗さんは右足前のグーフィースタンス、セージレナさんは左足前のレギュラースタンスです。
失敗してもモチベーション下がらないし、でもそうそうだね、そうなの。だから選手の皆さんも本当に最後まで気を抜けないっていうか、モチベ下げずにもうなんならモチベ上げていかなきゃいけないっていう。今勉強してるけど、スミスとフィーブルの違いが全く分からん。スミスはレールに対してメールウフといわで、レールに対してこう前側のウィール、これ板で、あ待って、やばい、板あった、私板あった。スミスはこうレールに対して前側が下がる、こうなる。でフィーブルはもう簡単ですよ、フィーブルはこっちです、このここを使ってここを使ってこう滑ります。スミスは逆にこっちです。こっちから入った場合はフロントサイドスミスグラインドで、こっちから入った場合のスミスはこっちになります。前側を下げるから、ん、前側を下げる、フロント側だとこっちがスミス、バックサイドだとこっちがスミス、こっちがフィーブル。点が高いのは分からないけど、なんかスミスやってる人あんまり見ないから、フィーブルの方が高いのかな。スミスとフィーブル一緒に見える、スミスグラインド、フィーブルグラインド、スミス、あ、そういうことか。でもやっぱ入りを見とかなきゃ分かんないかもね、スミスとグラインドどっちなのか。いや、そんな一瞬で出てくる解説の人も本当にすごいと思う。どっかにまとめてるやつがあったんだけどさ、どこだっけ。解説わかりやすいですか。ちなみに私がいつもやってるバックボードスライドはこうレギュラースタンスね、レギュラースタンス、左足、右足、左足前のバックサイド、背中側かけてそのまま降りる、これがバックサイド、ボードサイドで、こっち側からアプローチしてお腹見えない方向にかけるのがフロントサイド、ボードサイド。私はこっちは怖くてまだできてません。なぜかっていうと、こっちが怖い理由は滑ってる時にもう後ろ何も見えないんです、着地地点がこうなってるから。こっちだったらこう乗った時にこっちが前だけど、フロントサイドだとこうなってるから怖くてチャレンジできない。これをこうじゃなく後ろ側の後ろ側からオーリーして後ろ側からこうクイッてかけるとリップスライドになる。こ
っちだったら。人に説明するのめっちゃ難しい。てかテレビの上にさ置いてるんですよこのスケボー。めっちゃほこりついてた。うん、わかる。うん、わかる。ギフト。背中とかやっても頑張るのかな。ね、背中打つとね結構ね、もうその日は滑らん、もう無理ってなります。でもあの上越妙高のサマーフェスの時は背中から落ちた後もチャレンジし続けられました、アドレナリンで。え、結構私最近怖いことあったらすぐやめちゃう。あ、もうやめたってなる。前までは最初の頃は痛くてもできるまでやってたけど、最近は身の危険を感じたらもうやめます。じゃそれぐらいじゃなきゃちょっとね続けられないって3年やって気づいた。いや、いつかマジで折る体。どこかしら。でもまだ1回も折ってない。私人生で23年間で1回もさ骨折したことないんだよね。多分初めて骨折するときはスケボーだとは思ってる。でもさ選手とかさ、ここ鎖骨の骨折とかめっちゃよくあるんですよ。どうやったら鎖骨折るんだろう。こう落ちたときにグインってなるのかな。めっちゃ怖い。あの時マジ痛そうだった。いや、ギリギリ手ついたんですよ私。だからガンっていかずに上に乗っかったぐらいで、打ったっていうよりもレールに背中が乗っかったぐらいで手でこう押さえられたから、こうやってギリセーフだったね。やっぱプロテクターのおかげだよね本当に。プロテクターなかったら私今頃骨粉々になってもどっか行ってる。結婚してギフト。どさくさに紛れて全然見逃してないよ。あ、めっちゃ可愛い、ありがとう。でも本当にもうアイドルしながらスケボーを続けさせてもらえてるっていうね、環境に本当に感謝、感謝です。そして明日は政治レーナのスケートライフの連載が明日12時にアップされます。明日は伝えることの難しさだったり、最近すごい大きなお仕事をもらったりしていろいろ勉強したり考えることもあったりして、伝えることの難しさをすごい痛感したので、そんなことについて書いてます。伝えることの難しさ、深いね。難しいよね伝えるのって、人に言葉を。皆さんぜひお昼休憩など時間があるときにチェックして、リツイートといいねと引用でハッシュタグつけてコメント感想もお待ちしてます。じゃあそろそろ終わりにしようかな。今日は休息の日だから湯船はもう洗ってある。今日レッスンに行く前に洗ったから、ボタンをちょっと流してボタンを押すだけ。ご飯もさっきちょっと食べた。
さっき食べたのにもうお腹空いたんだけど。甘いの食べたい。今家に甘いのがない。甘いのがなきゃ生きていけない。今そんな頭です。もう甘いのが足りてない。チョコレートパフェ食べたい。チョコバナナパフェ食べたい。かわいい食べたいもの。え、びっくりした今。え、食べたいものかわいくてびっくりした今自分の食べたいものかわいすぎん。チョコバナナパフェ食べたい。やばい、自然にかわいい出ちゃった。甘いの我慢して、全然してないです、ごめんなさい。めっちゃ我慢してる人みたいな言い方してたけど、ただ家にない。あのさ、よくスーパーにあるさ、プリンアラモードのさ、もう全部チョコの、全部茶色いプリンアラモード、わかりますか、チョコのプリンアラモード。あれをちょっと冷凍庫に30分ぐらい入れて、ちょっと凍ったかなぐらいの時に食べるのが本当に美味しくて、あれ欲しい。あれ売ってないんだよな、あんまり。コンビニに売ってほしい。ということで甘いもの募集中です。買ってきて。じゃあそれは自分から言うの可愛い。確かに自分から言わなければただ可愛い人で終わったのか。なるほど、勉強になりました。みゆみゆは自然に出るもんねチョコバナナ食べたいな。みゆみゆ、みゆみゆもバナナ好きで、みゆ本当にあれ自然体だからずるいんだよな。ここに手があるのがなんか自然しぐさの一つにあるってずるくない？私の手ここなんだけど私の手気づいたらここなんだけど、秋元先生なんだけど、気づいたらこの違い急にこことかここにあるわ。すごい偉そうな姿勢だ、撮ってたわ、気づいた。プッチンプリン、プッチンプリンいいね。あれも凍らせたらうまいよね。最近何でも凍らせちゃうのがうまいと思ってる、甘いもの全部。確かに秋元さん先生というよりモノマネのタイムマシーンさんですね。じゃあそろそろ終わりにします。スクショタイム。チョコバナナパフェ食べたいな。今日まつげ上げてないから目に力がないです。普段の私偉そうすぎる。でも気づいたらここにあるんだよな手。じゃあランキング読みます。ありがとうございます。スクショ13位から13位、トラキチさん。12位、タコボーズさん。
11位ジョンさん、10位指原部あとスイさん、9位からしさん、8位なのはちゃん、7位まえちゃん、6位いつかの少年さん、5位ミスターさん、4位竹めぐさん、3位ウルトラナナさん、2位赤シャチさん、1位ゴーさん、ありがとうございます。それでは皆様お疲れ様でした。締め方アイドル10年目とは思えない。それでは皆さんお疲れ様でした。皆さん今日もありがとう、見に来てくれて。また配信するとき遊びに来てください。 TVer でプレミアの巣窟まだ見てない方ぜひ見て、いいねよろしくお願いします。ありがとうございました。